久しぶりですね。もう視聴者の皆さんにもう飽きられてんじゃないかっていうぐらい時間空いちゃってますけど、はい、ありがたいことにですけど、でも日本に結構ちょこちょこ帰って、その時に結構やっぱ声かけてくれる人がマジでいっぱいいて、そう、はい、まあこんなこと言うのもあれかもしれないけど、ビュー数はそんなね多分大したことないと思うんですけど、あ、でもなんかそれでも声をかけてくれる人がかなりいるんで、うん、前でもあのファミリーマートとかで声かけてくださった人とか、お、海の中で声かけてくださった人とか駐車場とかなんかいろんな場面で声かけてもらえるんで、ブログを見てますと、はい、だからビューアーの割にこう僕が見てほしい人のターゲットも、声かけてくださる人ほとんどがもうみんなゴリゴリのサーファーっていう本気のサーファーっていう人たちばっかりなんで、でもあれですよね、なんでアップできなかったっていうのかだけちょっと説明して、ここですよね、ここです、それだけちょっとなんかこうね、せっかく見て くださってる人たちがあれだけいるのでちゃんと説明しなきゃなと思うんですけど、まあ、これ誰のせいでもないんですよね、はい、おかげさまでいつしさんがかなり仕事も忙しくなってきて、で僕の方もサーフツアーだったりサーファサイズだったり、はい、ガイドツアーのハワロコだったりっていうビジネスを展開していく中でなかなか2人のスケジュールが合わなかったんですよね。なんかそんなタイミングで自分が日本行ってなんか試合行ったり解説の仕事だったりとかでなかなかタイミングが合わなかったん で、はい、で帰ってきて何回かあったんですけどね、2回ぐらいタイミング合いそうな時 あったタイミングがあった時があったんですけどね、誰かが体調壊したそうですね体弱いですよねそれね、やっぱりね、うん、俺も思うんですよね、なんかここなんだろう、最近ではないですけど昔から体は弱いんですけど、いやなんかここ、うん、最近やっぱこう年ですかね、いや本当にでもね、なんか日本行くと結構やっぱ仕事ってか試合で行って試合の期間中はあまりまあねお酒とか、うんうん、まあ、量を減らしたりとか、はい、まあ、今あんま飲んでないんですけど、試合終わったりしてね、やっぱり友達とかスポンサーさんとか、スポンサーさんっていうとあんまあれだけど、サポートしてくれる人とか、はい、ね、すごく仲いい人たち、自分の周りの人たちと一緒にやっぱりこう交流をねって言いながら理由で飲んじゃう、いや大事ですね、っていう大事ですよね、大事大事そうなんで、なかなかこうね、うん、健康的にっていう 100% 健康的にっていうわけにはいかないんですけど、まあでもね、そんなの視聴者の人には関係ないよ、関係ないですね、はい、言い訳ですよね、そうですね、しょうがないです、それはもうシャランキューって感じです、シャランキュー、はい、出してくるギャグがもう世代を感じるようなそうですね歌うぐらいの方が良かったですかね、シャランキューはやばい、テレテレテレぐらい言った方が良かったですかね、良かったかもしれないまあでも視聴者さんも多分その世代の人たちが多いかもしれないです、ね、多いそう俺も思うんですよね別にそこのタブーはないと思うんですね、そうですね、はい、俺らもわざわざ若い人たちに合わせるっていうのはもう諦めた方がいいのかな、諦めた方がいいです ね世代的にね、この匂いは伝わらないですからね、うん、画面の向こうの画面の向こうの、はい、ちょっと説明してもらっていいですかね何の匂いか、お、人いないんじゃないあんま、人全然いないっすよ、本数だったらもう間違いなくここっすね混んでんのは嫌ですよね、お、よくはないけどここも
今日ぬるいたわ。いや、シックスゼロぐらい、シックスゼロかファイブテンどっちか。シックスゼロいらないか。初おろしファイブテンですかね。ちょっとフィンも固めのやつつけて。パイプライン、パイプの方でちょろっと待ってみて、でそのまま流れてこっちのサンドバーの方でやろうかなみたいな作戦ですかね。すげえの乗ってるやついなかったですか。俺があれ待ってたのにあれ乗られて、しかも板折れるみたいな。ああ最低、超かっこ悪いですね。このサイズで板折れて上がってくるみたいな。いや、ちょうど波がポッポンって割れるところでプルアウトしちゃったんですよ。わかんないですね、でもどれかぼよついちゃってて、ちょっとしかも怪しい風も入ってきたんで、うんうん、ちょっとまあ今オフザオールやったんですけど、まあ、シーズン一発目のオフザオールですね、はい、しかもニューボードではっきり折れました真っ二つとはまさにこのことだな。いやー調子よかったんだけどな、あの日は絶対、ね、ちょっとフィンが硬いなって思ったんだけど、 あれフィン柔らかいのつけてたらなんかすごい感じだったなと思ったんだけど、まあこういう時もあるか、はい、気持ち切り替えていきましょうか。切り替えてね。でちょっとなんかあの伊月とかあの大原のヒロトとかなんかちょっと連絡 LINE があって、サンセットとかサイズ上がってきたからいいかもしんないっすよって言ってたんで、ちょっと見に行くんですけど、はい、その前に俺サンセット用の板って今日持ってきてないというか、63が一番長いんだけど、はい、いけんのかって話なんですよ。お、今サイズどれぐらいですか。なかなかあるんじゃないかなと思うんですよね。多分オフザとかで4-5ぐらいは、でかいね、結構でかいじゃないですかでかいでかい、結構サンセットってうねりが分厚いから、あの板が短いともうこういうところにいるしかないんですよね。サンセットは得意な方ですか。まだあの得意ではないですけど、決して、でもあの好きですよ。あんまでかいの嫌だけど。結構サンセットででも
比較的なんかこう、そう、肉厚ですよね。なんか難しいって言われますよね。相当むずいですね、波は。したやつとか結構サイズあったらすげえなんかあれだったけど、あ、でもあの人ずっとそのまま乗り続けてたから、そのまま乗り、うん、あの俺が最初のセクションでやめて、あそこから結構波つながってきました。結果オーライですね、はい。やっぱノースはいいっすね、こう波もあって、波のパワーがやっぱりエネルギーを感じますよね、すごく。全然雰囲気が違いますね、冬になると全く変わります。